キャベツみたいな頭しとるな。うわ、ひやいな。キャベツみたいな頭しとるな。前の黄色おっさん、じいちゃんの人来とんはったで、俺ら徹夜みたいに来とんはで、黄色いのおっさん。昔と違うけどなよ。今日歩くつもりはなかった。まあ、お医者行くつもりじゃなかったっけ。歩かないけな思えた。ちっとでも。ちゃんと着色やのと思って文句がありそうだけど、人の格好に人に文句を言う前に自分がちゃんとやった方がいい。じゃちゃんと人人が気になることで自分のことはきちんとせんくせに。こいつのとこ通るよ、この下あの歩数が計算できる。こっちかな、まっすぐの道は行くの嫌ないよ。まっすぐはとわーね感じろ、うん、曲がり曲がった方がいい。私にあの道まっすぐ向こうに 橋まで行くのゆるゆるや、とわーね感じろ。あ、ここ風がないな。あるよ。いや、ちょっとも冷やと思う。今降ってないけ、今風吹いてないけんじゃない、それ。おー、ひょうなってる。そう、向かい風の風やけど、とりあえず。みんな家の中で何しようになるんじゃろ。テレビでも見やんなろか。うわ、梅かわらしい。気がつかなんだが、あーし、白梅ええな。梅の枝ぶりが大好き、私や。向こうは嫌いよ。でもユミちゃんに合うんだ。はい、こんなに咲いとる。ぬくいもんと見えらんの。昨日はあんまりつぼみがなかったのに。うちた子も水仙どこから飛んできたんじゃろ、あれ。どこ咲いたの、そっちで。うん、車庫の向こうへ。あの、自動車の向こうへ。木植えとるとこにな。あら、これ。なんじゃろうと思いよったら、
白いつぼみが出るから、水仙がここの間違いじゃないか、咲いてるよ。待って、ゆみちゃんとこ一株もらおう思っとったの。人の家見て読めない、せんでも構わんない、隣の家見て読めない、自分とこができたっけ。あれ嬉しい。待って、中国の人のとこ遊び行ったね。あー腰が痛い。中国の人も、あ、また干しとる。なんか手に引かれて。何？なるのよ、洗濯物が外に干せると。なんか干したよ。